これよりタイトルマッチの第1弾です。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権が始まります。王者天竜の初防衛の相手はご覧ください、不気味なテーマソングです。スーパーストロングマシンが抜擢されました。新興勢力カルガリーハリケーンズの総帥、マスクが常に笑っているふてぶたしい存在のスーパーストロングマシンだ。この4月の1日から前日のマットに上がって以来、一度は俺の全てをかけて戦ってみたいと並々ならぬ決意を見せておりましたスーパーストロングマシンが、この格闘技の殿堂日本武道館で、しかもタイトルをかけまして挑戦が決定いたしました。サイドには高野俊二がついています。さあ恐怖の殺人目か、果たして新しい夜明けを告げるかどうか。おそらく堂々と落ち着いた入場かと思われますが、今度はユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオン天竜の登場でございます。自らの自分の保持するベルトを一度は捨て、執念の返り咲きを見せた忘れもしない4月の16日大宮のリング上でした。宿敵テッド・デビアスを首固めで破りまして、ゆうべの王座に返り咲きました天竜がこれから入場してまいります。待ち受けるのがスーパーストロングマシーン、184センチ115キロ、天竜は190センチ125キロであります。まあ、一度は捨てて、そしてカムバックした天竜、そこには天竜の UN ベルトに対する熱い思いが込められていることがよくわかります。さあ今夜から防衛の旅が始まります。この UN ベルトこそ大きな会場で大観衆の前で、そして強いチャレンジャーと戦ってこそグレードが上がりますと天竜は常々言っておりました。さあ日本武道館決戦だ。勝負時間は60分の一本勝負、ユナイテッドナショナルヘビー級の防衛戦、天竜初防衛戦。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な花束が今贈られました。リング上ではタイトルマッチ宣言です。この試合は NWA が認可し、BWF が認定するユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合であることを宣言する。1986年6月12日ナショナルレスリングアライアンス会長ボブ・ガイデル、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・ブレアス。続いてベルトの返還の儀式であります。いろいろと歴史を刻んでまいりましたこのユナイテッドナショナルヘビー級のベルト、しかし今一番似合う男が今ベルトを保持している天竜です。天竜のトレードマークが UN タイトルであります。これがチャレンジャー初挑戦スーパーストロングマシーン、マシン風車固めがあります。天竜にはパワーボムがあります。全てを出し切ればベルト奪取も可能です。スーパーストロングマシン堂々たる UN チャンピオン初防衛戦、今や怖いものなし、充実しています天竜。さあいよいよ勝負が始まります。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、この日本武道館、今日は4大ビッグカードがあるわけですけれども、俺たちのカードが最高のカードにしてみせると両者が言いましたね。山田さん、そうなんです、ね、ものすごくやる気満々、これはいい勝負になるでしょうね。おっと思い切って、おっと片足を上げてのキックですか、大きい周旋法で行きました。あるいはね、ドロップキックを狙ったのかもしれませんね。ちょっと外されましたか。そうです、そうですね。さあ思わぬ展開が飛び出しました。今度はおっと肩から当たりますが、打ち勝ったのはスーパーストロングマシン。序盤戦のまずはペース争いでしょう、激しく両者が当たります。今度はドロップキック、スーパーストロングマシン、ドロップキック、あいつを相手の厚い胸板を貫きました。そしてブレンバスター、速い攻撃に出ています。スーパーストロングマシン一歩相手に譲っています。天竜今度は巻き投げ一戦、リングの中央、スーパーストロングマシン主導権を取りました。今の前半戦の勝負開始と同時の流れ、早かったですね両者ね。天竜選手がね、はい、先制攻撃のドロップキックを狙ったと思われるんですね、はい、ただし途中で外された気配があったので、自分からも思いとどまったというのがあの形ですね。そうですね。でその後のスーパーストロングマシンの反撃は、これはとも実に素晴らしい。どうしても肉体的にあの多少のハンディキャップがありますので、はい、スーパーストロングマシンとしては先へ先へ攻めたいという気持ちでしょう ね、うん、そうですね。もちろんチャレンジャーですからね。まあ、いずれにしましても実に見応えのあります選手権試合になりそうで、なりそうであります。さあまたしてもスーパーストロングマシンが腕しぎ十字固めですね、はい、こういうふうに次から次へですね、自分の持っている技を出していく、
これしかはっきり言って道はないんです。そうですね、ただね、数字とかキャリアの上で見ますと、はい、チャンピオンの天竜に1日も2日も勝があると私は見ています、うん、ところがそのカルガリーハリケーンズ、非常に今波に乗ってますね、で、まあ、ヒロ斉藤選手なんかがジュニアヘビーの代表選手の座を勝ち取ったというようなことで、精神的な面で非常に豊かだと思いますね。なるほど。なお今夜のこのユナイテッドナショナルヘビー級の選手権初の試みでありますが、試合の模様は天井からのリモコンカメラでもご覧いただいております。どうぞ試合の流れ味わっていただきたいと思います。まあ、天竜は並みいる強豪を一人一人叩きのめしてリーグ戦を勝ち抜いて王座返り咲き。この山田さん、並みいる強豪の中には6月の5日大阪城ホールでカルガリーハリケーンズ入りしたキラーカンがいましたよね。はい、キラーカンとの試合もですね、非常に見応えのある一戦だったんですよ、はい、おっと天竜がまず左から思い切ってラリアットを打ちました。これは思い切った作戦に出ましたけれども、相手が止まっているところで打ちましたので相当効き目ありそうですね。はい、後ろがコーナーバックなので、かなり空中でやるよりは効くんじゃないかと思いますね、はい、そしてその次の流れはフロントネックチャンスリードロップ、顔面砕きに出ています。天竜もいろいろと技の組み立て早い。また腕を取りましたか。そうなんです。今の天竜の天竜選手の攻めをですね、はい、すぐかわしてのハンマーロック、うん、こういう小技は実にうまいですね。そうですね。スーパーストロングマシンが先手必勝とばかり非常に緩急自在の攻撃を展開しておりますが、このスーパーストロングマシンは全日本マットの色を変えると名言を吐いたわけですけれども、ま、全日本のマットを踏んで約2ヶ月半になりましたが、今夜こそ色を変える絶好のチャンスですね。もちろんそうですね、しかし今の天竜選手の返しもうまかったですよ。うまかったですね、はい、軽々と返します。はい、ロープにしかも逃れて、ブレークになってしまいましたね、はい、これは非常に落ち着いてチャンピオンらしい受けですね。両選手が立ちました。スーパーストロングマシン184センチ、115キロ、天竜190センチ、125キロでございます。スーパーストロングマシンのマスクは相変わらず笑っています。俺たちはハングリーなトリオなんだ。まあ一人キラーカーンが加わって力強くなったけれども、相変わらずハングリー選手は持っている。マットで地平道を履いても、相手の心臓に噛みついても、今夜は必ず行く、というふうに悲願達成なるかどうか、その気持ちをもう表に表しておりました。マスクは山田さん常に笑ってるんですけれども、素顔はおそらく闘志満々じゃないでしょうかね。もちろんそうでしょうね、全身にね、はい、もう炎が昇ってるような感じがしますね。非常に充実した動き、はい、積極的な攻め、うん、特にこの腕攻めがいいですね。そうですか。さて今攻められております天竜初防衛戦、まあこの UN ヘビー級の王座というのはいろいろと歴史を刻んでまいりました。後ほどまあ紹介したいと思いますけれども、紆余曲折がありました。例えば昭和58年鶴田がテキサスでベルトを返上後以来、テッド・デビアス、それからマイケル・ヘイズ、デビッド・フォン・エリックに受け継がれました。そして59年に天竜の挑戦を受けるべく来日のデビッド・フォン・エリックが日本で急死しました。こういう大きなアクシデントがありました。まあ、以来天竜がグレードの高いタイトルとしてここまで築き上げたわけですけれども、この UN ベルトというのは山田さん、我々パッと思い出すだけでもいろんなドラマがありましたね。もう日本のプロレスの中では大変に面白いですね、ドラマをたくさん生んでますね。そうですね。それだけに非常にこのベルトの価値というものはね、高いと思います、はい、アメリカでもそのベルトを狙っている選手が数々います。さあ、おっと腕を殺しに行きますね。はい、天竜選手の利き腕の左をですね、はい、完全に封じようという前作戦ですね。そうですね。今のところ構成点を取っておりますが、スーパーストロングマシンであります。これでね、腕を完全に殺されますと天竜選手はいわゆるザリアとは使えませんしね。おっとエンズイン、ここでもう反撃に出ますか。間髪を入れず一発、完全にヒットしてますね、うん、一気にここで自分のペースを取るか天竜。今まではちょっと打たされすぎたというような、感じもないではありません、もう、まあね、十分に打たせておいたという感じですね、チャンピオンとしてね、来るだけは来てみろと、そういうことかもしれません。山田さんの表現がぴったりかと思います。貫禄もついてまいりました天竜、まさに堂々たる上の王者、ほっとり今やもう怖いものなし、非常に充実している天竜であります。体も一回り大きくなってまいりました。しかし今のね、ストロングマシンが場外に
逃げたのもいい作戦ですよ。かなり休んでると思います。そうですか。さあ今度はエルボー合戦になりました。何しろしかし天竜の気持ちとしては現在いわゆる三極時代と言われている全日本マット界、ジャンボ鶴田もインターヘビーを守っている、長州も PWF のヘビー級を守っている、天竜はもちろんベルトを守ることはもちろんでありますが、今夜中身の良さがおそらくファンから要求されるのではないかと思います。そしてこの対、スーパーストロングマシン戦、鶴田とは反則負け、それからスーパーストロングマシン対長州とは2回やっておりますけれども反則負け反則勝ち、それから八つとは反則負けという内容ですので、山さんやはり気持ちの上では天竜は今日はきれいなフォール勝ちで防衛というところでしょうか。狙いは絶対にそう狙ってるでしょうね。わざわざ一度ね自分で返上したベルトを王座にカムバックした、その意地にかけてもね今日は結局ピンフォールでいきたいというふうに考えてるでしょうね。ですよね。ひっそりと静まり返りました日本武道館、アリーナは上満員。さあちょっと館内がざわめいておりますけれども、お客さんの目はこの天竜対スーパーストロングマシンのいわゆるストロングスタイルのレスリングにずっと目が注がれています。グランドでの展開になってきました。さあ山さん、この辺でペース争いを聞きたいと思いますが、どうも攻めているのがスーパーストロングマシンのような気がするんですが、どうしてもね、チャレンジャーですから攻める、構成はね多いと思いますね。ただ私が非常に気になるのはまたまた腕攻めに入ってますね。また入りましたね。ですからこのね執念というのは大したもんですよ。そうですね。でしかもねこれは単なる執念だけじゃなくて理にかなった攻めですね。こういう攻撃はおそらく山田さん、今日は特別のカメラが天井から吊ら下がってるんですけども、リモコンからでカメラで見ていただくとよくわかるんじゃないでしょうかね。そうですね。そうですね。かっちりと腕しぎ十字固めが入っています。さあだん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 天竜の体が45度に起き上がってまいりましたが、ここから次の技に天竜がつなぐとしたら山田さん何がありますか。これはねやっぱり、ね一旦離さなきゃダメですね。腕を離して、はい、あとはストンピングでもいいですし、はい、相手が起き上がってくるのを見てドロップキックという手もありますね、うん、なるほど。体当たりぶちかましもいいです。はい、まあ、最後の決め技になるのは天竜のパワーボム、それからスーパーストロングマシンのマシン風車固め、このどちらかが勝負を左右するかと思いますが、いずれにしてもそれへのつなぎをずっと狙ってるんですね山さんね。そうです。そうなんですね。パワーボムにしても、はい、元気な相手に一発やっただけじゃ絶対ピンフォール取れませんし ね、 そうですね。ですからそこまでに持っていく技のつなぎですね。さあまた天竜の左の腕攻撃に出ていきますスーパーストロングマシン。特にスーパーストロングマシンというのはね、はい、体は相対的にそんなに大きくないですが非常にタフな作りですね、はい、ですから、まあ、元気なところにパワーボム一発食っても、これは絶対参らないと思いますね。なるほど。まあ、このスーパーストロングマシンも4月の1日から全日本プロレスのリングに上がりました。いろいろな評論家の方が器用貧乏に過ぎるんではない、走りすぎるんではないか、こういうご意見の方もいますけれども、しかしなかなかテクニックは持っています。もちろんテクニックが大変なものがありますね、はい、ただ惜しむらくはパワーという面でどうしても肉体的な、ね、レベルが多少違うので損はしてます。その代わりそれを補ってあまりあるのが攻めですね、はい、このしつこさですよ。なるほど。さあなかなかいわゆるサブミッションホールドが解けません。あともう一回返します。天竜対スーパーストロングマシン、天竜のユナイテッドナショナルヘビー級の初防衛戦、その相手に選ばれたスーパーストロングマシン。さあ、もう一回相手を立たせます、腕のリストではなくてね、はい、付け根を狙ってます。狙ってますね。いつどこでこれが効いてまいりますか。もうこれですと左からのラリアップはちょっと無理かもしれませんね。無理でしょうね。静脈も浮き上がってまいりました。もしやったとしても、はい、威力はないですね。そうですね。もう必要に左の腕攻撃一辺倒。さあ体が沈んでまいります。ちょっと話は横道にそれますけども山田さん、このスーパーストロングマシンは、全日本のマットに上がるときにこう発言したことがありましたね。この一番全日本プロレスのレスラーの中で好ましくそしてたくましく見えるのは天竜で、この天竜のいわゆるプロレス道に俺は惚れたというような言葉を吐きましたね、スーパーストロングマシンがね。そうなんです。これどういうことなんでしょうかね。やっぱりね。あ、待ってパワーボムの体勢だ。さあパワーボム、あー返されてしまいました。いや惜しかった。一気に狙いましたがね。そうですね。ああ今の話ですがね、はい、これはやっぱりライバルとしてね、はい、大変に惚れ込んでるということなんですよ。はあはあ。まあ、それだけにもう大いなる試合をやりたいと、いうことだったんだろうと思います。まあ、スーパーストロングマシンは長州との2連戦で一皮むけたというふうに言われておりますが、今夜この天竜と戦ってもう一皮むけた時、本当のスーパーストロングマシンが見られるかもしれませんね。
そうあってほしいですね。あってほしいですね。ただ私がこう今までずっと何試合かですね見てきまして、うん、着実にポイントを重ねてですね、成長を遂げてるということは言えますね、はい、全日本プロレスのリングに上がったということはね彼にとって大変なプラスだと思います。なるほど。さあブルーのコーナー、これはスーパーストロングマシンの陣営ブルーコーナーでありますが、そのコーナーのトップロープに左の腕をギリ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 と巻きつけて、さらにまた狙ってまいります。さらにまた狙ってまいります。そしてとどめを打つのはマシン風車型か、あるいはまたマシンラリアットか。まだラリアット一発も出しておりません。今夜のスーパーストロングマシン、さあダブルアームスープレックス、これも華麗に決まりました。非常に性能のいい機械マシンであることはうなずけますが、どうでしょうか、器用貧乏に終わってほしくない、そういう感じがありますが、ここでラリアットだ。さあスーパーストロングマシン火を吹いたマシンラリアット、そして場外に回るようだ、場外に回るような姿勢を見せたトップロープ天竜、気がついておりません。さあ天竜が気がついていないと福井に来るぞ、ここは来るぞ、背中を見せたら危ない、飛び込んでいくか、行ったぞ行きました。すごい勢いでボディを当てました。フライングボディアタックと見ていいですか。そうですね、完全にヒットしましたね、はい、全身を当てました。これはちょっとダメージを受けました。天竜選手が頭を打ってなければいいんですかね、ちょっと苦しい展開であります。さあ天竜あ大丈夫、起き上がりました ましたね、ちょっと頭を振ってますけれども、今エプロンサイド、さあロープ越しのブレンバスターマーをもう一回青い鉄柱へ直接打ちつけました。それで頭から今また場外に落ち込みます。これが天竜です。上野王者天竜初防衛戦、今のところちょっと余裕のない戦いぶりにだんだんなってまいりました。序盤戦戦っている時にはもうやるだけやらせるというような雰囲気があったんですけれども、ちょっと苦しくなってまいりましたね、はい、あのしつこい腕攻めからですね、そうですね、ちょっと形勢が逆転しましたね、はい、さあ本部席の上で取れました。あっとすごい、そしてそのままフロアに落ち込んでいきます。まさに大きな岩石がこう粉々に崩れ散るような感じですね。これはちょっと危険な状態になってきましたね。さあスーパーストロングマシン初挑戦で初ダッシュになるかどうか、大きな賭けを見せています。スーパーストロングマシンの場外戦、いわゆる TWF ルールでもタイトルが移動するこの UN 選手権ですので、この展開がきついですね。山田さん、なんとかここでね一気の反撃をしないと、はい、完全にペースを奪われてしまいます ね。天竜が今休んでいます。さあ天竜のこの後の猛反撃は見どころでありますが、さあ入ってくるところスーパーストロングマシンが待っています。60分の一本勝負、ここでジャーマンに決めたカウント2、これが最も怖い技ですと天竜は言ってましたけれども、ジャーマンスープレックスホールドカウント2まで、また髪の毛を掴んで、さあ畳みかけるぞ、これはボディースラムだ、次なる大技は何か、またエプロンに立った、そしてセカンドロープからトップロープ、何か今日は秘密兵器を見せるのか、ウルトラシーを見せるようだ、フライングボディープレス失敗、ここでエンズへ行った、流れを作る天竜、エンズイからの次なる攻撃はもう一発エンズイ、け膝がガクンガクンしている、おっともうそばっとですね、そうです、そばっとを打ちました。さあ天竜の猛反撃だが、おスモールパッケージホールドヘッドデビアースにこれを使ってうまくタイトルを戻した天竜でありますが、技を盗まれました。今度はストロングマシンが狙っている、もう一回行ったぞ、またエンズイ切りのオース、すごいエンズイカスになりました。すごい勢いです、激しい対決です。さあもう一回、今度はマシンが不発、もう一回、おっと、もう一回足を取ったら首固め、さあもう一回返した、天竜返したぞ、天竜が返しました。素晴らしい返し技、カウント3、素晴らしい返し技でした。一瞬の隙を突きました天竜、本当に冷静沈着な天竜の素晴らしい返し技であります。カウント3確実に入ってますね、山田さん。入ってますね。まさにね、落ち着いて、はい、敵の裏をかいた、はい、やらせるだけやらしておいて勝ちに持っていった、天竜のチャンピオンらしい勝負、この勝利ですね。そうですね、王者の勝ち方です。はい、今夜もまさに隙技、非常に素晴らしい返し技を見せました。15分17秒大きな山が訪れまして、最後は足を取っての首固めを返りして見事にタイトル防衛、初防衛に成功した天竜であります。今夜いわゆるパワーボムですとか大きな技は使いませんでしたけれども、この見事な返し技、一瞬のタイミングをつかむのは本当にプロレスというのは難しいんですけれども、
目が鋭くなりましたね。よくなりましたね。こういうのを横綱相撲というんでしょうね。しっかりですね、はいはい、素晴らしい勝ち方。おっとスーパーストロングマシンが何か言っています。うん、高野俊二あたりも応援しています。やっぱりね、これあのアピールする気持ちはわからないじゃないですけれども、あの負け負けとしてね、はい、2人認めなきゃダメですね。そうですね。そしてまたスーパーストロングマシンも一皮向けて大きくなってほしいと思いますが、あ、王者天竜の方から拍手、握手を求めたんですか。あの、おそらくね、まあこういう形で一番楽しいと思います。またまたチャンスあるんですから、スーパーストロングマシンも握手をして、今控室の方に戻りつつあります。スーパーストロングマシン、これでスーパーストロングマシンにピンポンを取ったのは、いわゆる三極の中の選手では天竜だけですよね。山田さん、そうですね、やりましたね、はい、立派なもんです。本当にあっぱれです。しかもビッグタイトルをかけた、自らのタイトルをかけたユナイテッドナショナルヘビー級の、タイトルマッチで、とうとうスーパーストロングマシンから15分17秒ピンポールを奪いました。勝負の決め手になったのは首固め。さあタイトルを防衛した天竜には日本テレビから勝利のトロフィー、それから黄金の有限のベルトが戻されたところでございます。あ、いい表情をしています。すがすがしいでしょうね、今夜はね。大変にね、いい勝ち方で、はい、もう満足だと思いますね。そうですね。最後の山田さん、今日の天竜の防衛戦何点つけます。いやー、これはもう100点あげたいですね。100点あげたい。山田隆解説者、100点満点という天竜の初防衛。会場も日本武道館満員の中で行われましたが、素晴らしい防衛戦でございました。天竜がスーパーストロングマシンを破って初防衛に成功しました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。